鬼太郎誕生ゲゲゲの謎。面白かったですね。個人的に日曜朝の明るいアニメの映画を見に行こうと思ったら、実は進撃の巨人や呪術廻戦だった。って感じでしたね。それではあらすじ登場人物などをおさらいしつつ、感想を言っていきたいと思います。廃村に来た鬼太郎一行。目玉親父は70年前になぜこの村がこうなったのか話し始める。妻を探しに来た目玉親父はある男と出会い、この村の闇に立ち向かうことになった。というのが大まかなあらすじですね。目玉親父とてもかっこいいですよね。今と昔じゃ大間違い。妻を探すために村に訪れます。水木野心がある男。目玉の親父と出会い、友情を深めていく。ある薬について調べに来た。竜が一族当主時貞が亡くなったことにより、一族の人間が死に始める。村ぐるみの根深い闇がある。いや、面白かった、面白かったですね。ダークで怖い妖怪を描くのではなく、戦後の人間の罪深さを嫌というほどに描いていましたね。作中一番道徳心あるのはダマの親父なんじゃないかと思いましたね。またもう一人の主人公である水木も合理的ではあるんですが、目玉の親父と心を通わせることで自分がなりたくない人種にならない選択をしたのが成長を感じれてよかったです。竜が一族は当主のせいで全員壊れてしまったように感じます。冒頭唯一の天使さよさんと時矢くんがあんなことになるとは。二人には転生して現代日本を堪能してほしいですね。二人仲良く。バッドエンドではあるものの、水木にとって仕事より大切なものを得れたということで、個人的にハッピーエンドに感じましたね。妖怪と人間の友情がとても熱かったです。鬼太郎誕生に関しても幽霊族の先祖に守られて生まれた存在だと知ったことで、みんなに愛されて生まれてきたことを知れてよかったです。ダークな作品、クリスマスなんかにどうでしょう。それではまたどこかでお会いしましょう。